まもなくゲームスタートです身分を確認してください夜が来ました目を閉じてください 霊能仕様はしてみたいけどな、ちょっと。 よし朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした6番のプレイヤーは発言してください、えー、どうもおはようございますそうですね正直言うとわからない わからない。ですねなわからい占い師とかじゃないです。うん。進行論もわかんないんで回したいんですけど、僕、あの、今、本当に夜、たった今鼻血が出て、うんえ、もしかしたらなんか聞き漏らすかもしれないですけど、ごめん、はい、鼻血が出て聞き漏らすはったんですね。なんで出たんだろう。 皆さんは、ね、鼻血には気をつけてくださいね。7番、のプレイヤーは発言してください。<laughs> はい、村人陣営でした。6番さんにシめ次第で、6番さん、一本釣り行きたいと思っております。<laughs> 僕は占い師ではありません。はい。うん、6番さんは印象とても悪い釣り一、3位置最ヒット候補でございます。6番さん、うん 2>, 2週目頑張って。うん。 分かんない。人形が整ってから、二周目交雑しようかなって思う。狩りうどについて、狩りうどは、狩りうどに任せます。僕が狩りうどかもしれません。これ叩くのやめとく。あ、叩かれないとか。うーん、になるのかな分かんないけど。うん、まあ二周目。<laughs> ジャッジメントだったら速攻叩かれます。ね、頑張ります。繋げりやめとくか。 のプレイヤーは発言してください、はい、占い師です一番差はランダムで白です、えー、6、7番んに行ってきます二周目ちゃんとしてください、えー、で二周目六七正差だと思ってますそうですね進行論言います、えー、まず、えー、皆さんには情報をたくさん落としてください情報をたくさん落とすことによって自分が黒を当てれます<ん>なので情報をたくさん落としてくださいお願いいたしますであとはまあ 普通に2のジャッジメント別ゲーですね。あの、二日目に黒を自分が当てたら、えー、新郎だった場合、対抗郎だった場合、もう、えー、ツールフは透けるんで、普通にカリド出て、えー、自分が黒を当てればいい話なんで、はい、お願いいたします。頑張ります。9番のプレイヤーは発言してください。さいそうですね。まあ、6の印象は悪いっすね。普通に。 2週目、頑張ってくださいっていうところ。7番さんも6番さんに対する印象は一緒やったけど、それやったら7番さんも発言、あのー、もうちょっとあの進コロでもいいから伸ばしほしかったかなって言ったところ。7番さんはグレーって感じですかね。印象はよくも悪くもない。怖い怖い。で、8番さん、えー、っと、そうですね、八番さんかごめかごめ聞こ,聞こえるけど。っっけどえー、っと、これは例の2の、えー、っと、占い2になる可能性がありますよね。そうなった場合、出なくていいと、俺思い思うけど。 場所にもよると思うんでですすがって感じですかねセオリーでは占いに一陣の霊のに強、えー、人っていうのはセオリーなんでその盤面が揃ってからそういう発言をしてした方がいいんじゃないかなというふうには思いましたといった感じですかね。まあ一緒にじゃあ3体でちょっと見ていきたいなと思ってます。1番のプレイヤー全然情報って感んかったけど。 はい、6番さんに関しては、格好の SG1 か狼かっていう感じですかね。7番さんに関して、えっ、ー、と、6番さんに関して釣りをするって言ったのに、頑張ってっていうのは、どういう感情でそれを言っているんでしょうか。8番さんに関して、今んところ出てないから、私は進行論も良かったから、じゃあ、進と見ましょう。9番さんに関して、9番さんに関しては謎の音楽が流れています、ね。<laughs> 癒されるどころか、ちょっと嫌悪感も覚えてしまいましたよ。9番さん。 うん、キューバーさんに関しては、えー、678に対してセサをつけていました。だけどカリードに関しての発言なんですけどカリウドは裏縄レイチとかカマレイチにならないという自信があるだったら、えー、と潜伏してもいいと私は思っています。そうじゃないなら私は潜伏,した潜伏せずに出てきた方がいいんじゃないかと思っています。終了。2番のプレイヤーは発言してください。 え、かーごめ、かーごめ、じゃないわ。怖すぎでしょ、キューバ番ーさん。メモに9番さん、かごめ、かごめしか書いてないけど。怖い、ちょ、やめて、ちょっと朝から。怖いわ。9番さん発言全く聞こ、聞けなかった、怖くて。で、6番さんは、えー、っと、わからない。わからない。鼻字。鼻字しか書いてないですね、メモね。7番さんはまあ一緒かな。発言ないかな。 なんともって感じやな。うーん。まあ、えっと、8番さんに関しては、情報をたくさん落としてほしい、2か見つけたい。うーん。そうね一1番さんは、うーん。<laughs> 1番さん、9番、九番さん、1番さんによると9番さんは、しっかり精査してたって感じか、うんどう。どういうふうに思ったんだろうね、9番さんのことをね。 うんまあ、いっか、回すか。情報ないね。盤面出てからって感じかな。ちょっと、スタートあたりがね、ちょっと情報なさすぎたからね。あ、1番さん、6番さん、SG か、オオカミって言ったか。うーん。まあ、いいや、回そう。3番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能です。自分霊能師です。取らされる運命のコミュジョブを引きました。 ただね、えー、ちゃんと新、えー、め取っていきたいと思ってるし、えー、例の目線の話をどんどんしていきたいと思ってます。まず一つ、狩りの話は村側してほしくないね。うん、うん。してくれたのが1番さんと、えー、8番か。8番は違うね。うん、まあいいや。えー、<laughs> 6、マジで色落ちてないね、うん。まあそれ、ただね、俺2番さんがその1でそ,そ,の1でそうなっちゃうと、 困ります、2番さん。仕方ないよ。ね、みんな発言なかったの。の印象悪いよあどうし。どうしろって言うのかって言われたらね、あれだけどね。うんうん、あれだけどね。<laughs> えっと、まず6番さん、えー。そうね、俺できるだけやるか、えー。寝てないからだよ、6番さん。うん, <laughs> んたが鼻血が出るのは。筆、え、頭、ー、<laughs> 候補。そうね、7番さんは6番さんより印象が良かった。 えー、で、8番は占い師か。あ占い師は仮で出させよう。うん、それは占い師目線そうかもしれないね。うん、占い師目線はグレー冷たい。だが1番さんが、えー、自分の白先、もしくは白出し先が、えー、仮だった。その時は全然グレー狭まらないからね。うん、その時の一つ言及が欲しかったね。うん、8番さんには。 えー、で2に進行の出でなくていいという9番,あ9番さんの発言。ああその9番さんの発言によって9番さんが狩りじゃないっていうふうに思われるよねというところがあっていううる、ね。4番のプレイヤーは,は発言してください。おはようございます。村人陣夜特に使用ありません。えー、8番さんが占いし、えー、3番さんが例の死を把握しましたで、えーと。現状だと1番さんが師 2> 2えとそうですね八番さんの発言 聞かせていただいた。まっ、あ、かり出てほしいっていう感じに関しては、結構。ここら辺は3番さんとかま霊能しをする。あたりから発言があった方が良かったのかな？っていうのが正直な印象、うん、うん。ただ、あの現状で言うと、どうしても6番さん、7番さんに関して2週目の発言したいかなっていうところはえっ、ー、と完全に同意します。 うんとそうですねえっ、ー、と2番さんもその位置で結構発言伸びなかったのかな、うん、1番が9番をしっかりさしてたっていうあたりは触れてたけどっていうところかな67番さんの発言次第かなっていうところは正直ありますね、うん、あと5番さん残ってるんだけどえあ5番さんってことはそっかそは誰か潜る形になるんだあそっかそっか以上5番のプレイヤーは発言してください はいえー、自分が真の占い師です。ランダム白で4番さん白出ました。4番さん白です。うん、でですね、えー、と、対抗の8番さんに関してなんですけども、あ、お金ないや。えー、と、現状ですね、今日で見てたんですけども、8番さん自身が、あの、真郎っていう形言ってたんで、もう8番さんオカミの可能性も現状見てます。で、グレーの中だと、ちょまあ、6番さんがもうそうですね、発言できない。 でないところから現状の釣り位置というのはもう2週目の発言次第であるんですけども、ただ7番さんがですね、ちょっと気になったのが、霊心境、占い狼という形で言っていたので、もしかしたらえと8番さんが狼で、相方として出るからしていたからという形で言った発言にも取れます。なのでちょっと7番さんは怪しいと思っています。あと8番さんが、その狩り出したいって言ったのは、その狩りに、えー、黒出してしまう恐れある人が 六、うん、番のプレイヤーは発言してください。えー、まず、一つ、いうことがありますね。僕はカリードです。はい、これだけになると把握しておいてください。うんうん、七番怪しいって言ってる人、結構多いんですけど、あ僕はわかるわ。一周目ね、七番怪しい。逆に何言えばよかったの？僕みたいなのが一番目で、<laughs> <laughs> 次だった人が。 お7が怪しいってマジで言ってるのかおあの状況であ別にね、言わなてゃ、その、分かんなかったら言わなくてもいいと思うよ、僕は。うん、別に7が怪しくないと思うけどね。仮、まあ、を使用したら別だけど。おまあ、今日はね、グレーですね。3、5、6、8以外の、ね、誰かじゃないでしょうか、まあ。怪しくないわけでもないけどね。 7番のプレイヤーは発言してください。バ番さん、狩人言うないすぎるその1。<laughs> えっとね、うん、気になったのはね、ちょっとあれ、俺がでも一番超絶気になってるのは、4番さんが最後に残した5番さんが潜っているっていう意味のわからない発言がすげえ気になる。で、5番さんが占い師4白でしょ。もうなんか気になりすぎるって感じ。うん 5番さん目線さ、狩り破り出したって言うけど、5番さん目線占っちゃうから出た方がいいよね。もし6番さんが釣られなくてさ、6番さんで完全なる黒い位だったからさ、6番さん占ったらさってなるからさ、5番さん占い目線にならないのかなと思って、俺8番さん指名に見ちゃってるかなって思うから、8番さん目線も6番さんから狩り取ってくるってすげえいいと思うんだよね。で、気になったのは2番さん。2番さんその位置と発言伸びてなかったから、ヘイトをもらいたくなかったのかなって思うんだよね。それともしっかり番目がとどんって さしたかったのかなっのなて思うからだと思ってるうーん1番3はどうかなまあ白っぽいかなっては思った、うん、4番がすげえ気になる、うん、で3番も例の確定だからこれグレーっつって色見るって感じ、うん、今日はどこからいこうかなうーんまあ完全が92と俺だからうんそうだな 2折のに2番さんから行く9番さんからじゃあ2番さんから行く予定だけど9番2番の発言聞いて変わるかも今のところ29で行くつもり、えー、占いは8の方新目で見てる4番さんが気になる3番さんが霊能ってことだね、うん、今日はグレーからでもいいと思う、うん、って感じかな以上で気気いい、ね、8番のプレイヤーは発言してください サイクロは2番さん、えー、2番さん番んをサイクロで見る理由なんだけどさ、うん、ま9番の顔読めか組めはさどうでもよくてあのね2番さん1番さんに触れたんだよね。 片代にそこまで触れるかって言ってやべって思ってその後に発言やめたじゃん。それがどうしても自分目線は黒く見えるな。54の囲いなんだけどさすがにないと思う。って思って4番さんが5が潜ってるのかなって発言の後に5が4囲うって45のラインはここはまずないと思ってる。だから苦しそうな悩まはしない。で5番3はローで見てる。5番3目線さ。 時間軸がおかしい。えー、現状今日で見てましたが、彼に、あ、現状今日で見てましたが、現状黒で見ますって発言。自分の発言の後なのに、現状もクソもないと思ってる。時間軸がおかしい。で、今日で見せようとして、最後にローで終わったり、5番さんローなのかと思っている。今日は2番さんする。以上。9番のプレイヤーは発言して、まあ、発言しい、はい、まずね、7番が言ってる4番に対してのツッコミね、5、え、が、ー、潜ってる 4万が言ったのは、一、え、陣、ー、外潜ってるって話なんじゃない五人対ちて言ったんじゃないでしょ。うん。で、えっ、ー、と、何だっけ ?2 級で行くつもりって言ってるけど、えっとーな、何だっけあ、すっきり気になった発言があってんけど、あ、すみません、<こっ S 1> 飛びました。えっ、ー、とね、俺、占いは新、心労、心境、どっちもあるかなって思った。 だから、えー、っと、過去にも見ていくべきやと思っております。ただ、4番がオカミやったらその発言真摯に思うから、4番は面白いと思ってる。で、えー、っと、何やっっけあ、8番が1番に触れる必要がないって言って、なんか2番。なんで <laughs> 普通にあそこの番名別に触れるべきなんじゃないのって思ったけどね。うーん、ちょっと視点が違うかなと思った。うーん。 んあのー、7番さんは、違う、何やったっけあ、ごめん、飛びました。えっと、6番さんは、あの7番さん ?7 番さんに対して黒くないって言ってたけど、俺が7番さんに対して黒いと思ったのは、えっと、何やったっけあの、あのーあのー、あそこ。あの <laughs>、やばい。これ俺が黒く見られるかもしれへん。でも俺、2番さんにそこまで黒様子って感じていないねんな。あそこでさ、俺のさ、 ちょっとこの顔も顔もあの、ちょっとアラームなんで、ちょっとあの、後で消すんですけど、それに対して触れる余裕があるってことは、俺、2番黒く見えへんから、女な,ないと思うねんだけど、以上。1番のプレイヤーは発言してください。<laughs> 私が真のカリエドね、カリエド、カリエドですよ。おだ か人ドなのか,人なのかえっ、ー、と、今のところ、2人しか出てないですので、一応、6番さんのツリーチもかなり上げ,れ上げられてたところから、6番さんのカくもあるかなと考えていきたいと思っている。5番さんと8番さんに関しては、そうなったら、狂人が同じ、えー、に出てるんじゃないかと思っている。4番さんと4番さんで囲われてないと思っているから、そして私もカリドだから。うーん。かな すげえ強言ったら2番さんに関してはまだ精査つけてたと思うし、9番さんの店回ってると思う。4番さんが白く見えることから7番さんが浮き出ているっていう感じかな。うん。今日はグレーから行きたいな。6番さん、まあ人狼だったら、うーん。三番さんに色を見てもらって、ラッキーなんだけど、うん。 グレーから行きたいな6番さん行かずに。なったら2番さんの発言も聞いてからだけど2番さんに関しては、えー、としっかりね占い師の精査もしっかりしてたし、えー、とこの時期で67891に対して精査をつけてたと思うよ。ただ正しかったっていうのはあるけど今日はグレーから行きたいなと私は思っているうん6番さん釣りたいのはやめやまだけど6番さん強人っていう可能性もあるから6番さんは釣らないグレーから行こうと思っている。 どっかな ?7 番かな 2>,、ね、?2 番かなどっから行こっかなヨンバさんに関してはその潜ってるってやつがおかしくないと思ってだってヨンバさんの時点で、えー、と占い師って一人しか出てないからねだから5番さんが出てくることはほぼほぼあり得るでしょっていう感じ二番のプレイヤーは発言してください1番さん6番さんのこと強靭で見るのトップバッターだよトップバッターで強靭で なんで出てこなかったの占いとか、霊能とか、なんかで出るんじゃないのなんで一周目でカリウで出たと思ったのその理由は、一番さんが強人だからでしょ。で、八番さんに片白出されて、一旦潜伏はしたが、とりあえず何か爪痕残さないといけないから、カリウで出た。すごい納得だね。うん。しかも一周目カリウのそんな話ばっかしてましたね、一番さんね。確か。こいあの、把握もらったらごめん。 確か結構してたと思う。三番さんが指摘してたもんね。だってね。私はカリードの話なんてね、あの、村人がすべきじゃないと思うから、私はもう一切触れなかった。で、かつ、9番の話は聞けてなくて、8番も特に印象なし、6、7。もうもう発言0だったから、1に触れるしかなかった。まあ、8視点は、8視点はなんか、1に触れてやべって思われたらしいけど、別に片白だからどうこうとは全く思わない。うん。ところだね。 うん、で、八番さん言ってた通りに、五番さんがね、八番のことを、八番さんのことを狼見てたのは、ちょっと不自然な感じはしたよね。時系列というか。なんかこう、無理があったよね、発言に。五黒、八シーン、一狂人、六シーン、すごい納得しないだと思うけどね。で、これど、どっから行くべきなんだろう。まあ、三番さん決めてほしいけど、 9、9はね、9の時点でグレー3人でしょ。で、グレー詰める番面だったと思うんだけど、そこでね、私のことをね、黒く見えないって言ったのは、かなり自分の首を絞める行為だと思うんだよね。だから9は、白だと思う。で、7は、えっと、4の5番さんが潜伏するはずに気になる。これ熱造ね。4番さんは、えっと、自分の時点で二二展開にならなかったから、あ、誰かが潜伏してるんだってはあの、発言したと思う。誰かが潜る形になるのかって言ったと思う。 グレイク773番のプレイヤーは発言してください。おお、俺、生かされるじゃんって思ったよ、うん。うん。あのね、2番さん、その位置で初週でほとんど色落としてない。それもね、どっちかってね、村要素でもあるんだよ、二番さん,、ねうん。で、9番さんの、うん、2を二に白でそれもね、うん、村要素なんだわ。 で7番さんについてはね、5番、あ、じゃあ4番さんについての、えー、発言の捏造があったね。うん。語が潜るとは言ってなかったよ。で、えー、1番さん、仮について言及してたよ、あなた、召集。うん、うん。だから2番さんの,しあの白目がぐぐっと上がるよね。俺も取れるよと思ってたけど。うん。だから俺6番さんには俺を守ってほしいなと思ってて、1番さんは全然違うとこ守ってって感じ。<laughs> 俺じゃないとこ守ってほしいなと思ってた。うん。 っていうことであれば、強人が出てるということ、目線だから、占い師に狼が出ているてい、ね。俺ってグレー詰めるべきなのかな、うん、やっぱり俺、5、4、オオカミ、1、強人、もしくは7、えー、が、オオカミ、が、しっくり来そうな。5、4、オオカミだったら、4が出ると思うんだよ。っていうのが今の俺の目線。はぁ、あ、そうだな。今日は7に行きましょう。グレーを詰める場面でいいんじゃないでしょうか うん、今回についてはグレーでいいでしょう。で、えー、6と1は噛まれないでしょう。まあ、強心位置であるということであれば、えー、1番さんが強じ目が高いというところであれば、噛まれるかもね、うんうん。そんなところかな。4番。 誰かが読むべきなんだろう。発言してくださいはい、えっと、そうですね。一番そうに関しては確かに、えっと、カリウと潜伏も OK という発言、カリに言及する発言をされてたっていうところで、えっと、潜伏実際してて出てきたっていうところで、強人名が非常に高い。えっと、8号を、えっと、精査したときに、どちらかといえば5番さんの方が圧倒的に2戦目。どちらかといえばっていうか、5番さんの方に2戦目かな。うん。俺の発言聞いてた分ね、うん、強人かなと思ってね、気がいてきたんだ。 だと思うんだよ、うん、盤面的にだから5オオカミの、えー、っとグレーどこかに、えー、っと黒いて一番強人で見てるかな。ちょっと3番さんと目線違う。俺黒じゃないよ、本当に。うん、<laughs> なんで、強人っぽかったんでしょ、多分最後の発言が。だからそこに無理やり白を打ってきたオオカミにしか見えなかった、うん。自分の仲間かなと思ってっていうところ。うん、グレーから行くんであればみんな言ってると7番でいいかなと思う。うん、あの2番さんそこら辺発言拾ってくれたしね。うん、今日7から以上。 5番のプレイヤーは発言してください。 はい、えー、2種目、考察します。そうですね、現状、9番さんが、そうですね、僕、目線最白になりました、ね。というのも、9番さん目線、えー、ともし9番さんがオカミだったら、2をもっと釣り寄せばいい感じなんで、なんで、9番さんは2オカミっぽくないって言ったところから、ここ先を2に向けなかったところから、9番さんは僕はもう白でほぼ置いています。で、となった場合、えっ、ー、と、クロージックの方なんですけども、8番さんが2を釣り寄せたところ、ここ、強靭だったら別にラインとかないんですけども、うん、なんで、 僕目線は普通に7黒あるかなと思ってるところ。で、8えー、1番さんの狩人仕様に関しては信境1。現状、信、う、境、ん、分からないけども、6番さんのところはヘイと向かってた位置だから、ここオ,オカミもあり得るかなというところ。僕は正直、ここ狩人ローラーしたかったんですけどね。そしたら確実に一陣外が釣れるんで。うん、ただ、僕はもし、えー、グレイクようなら7番さん。 アリードローラーしたいか。投票を始めてください。これはもう偽だな。七番。のプレイヤーが選ばれました。七番。のプレイヤーは。 発言してくださいマジいや俺村で、ね、普通に。村なんだけど。いや俺2番さん怪しいよね。俺に持ってきたの。うん、確かに俺が4番さんの捏造っていうかその発言をやったのは悪いけど、そんなに俺黒かった。俺より9番さんの方が黒かったと思うんだけど。うん。うん、しかも3番さん、5、4、狼7、巨人ってなんなんだったら俺釣んなくていいじゃん。じゃあ6、1なんなんってなるんだよね。うん。 ないわーえー、9番さん怪しかったでしょ結局ブレブレ2番さんにすり寄りでしょえー俺つるんだ八紙、うん、ありかこれ八かむか5番さんに至ってはカリから行くとか言ってカリから行って八かむかこれ番さんのシーンないでしんでいいんじゃない、うん いやー、マジか。まあ、俺は白しか出ないんだが、うん、俺は2番さん硬いと思ってる、普通に。うん、8死んでいいんじゃないで、1、強6、うん。え、みんな6番さんから狩りが出て良かったって思わなかったの普通に。え、俺は普通に思ったんだけど。狼か SG1 なんでしょうん。そ俺はだから嬉しかったよ。あ、結構すっきりしたって思ったんだけど。 えー、まあそっか4番さんにヘイト貯めた俺が悪かった申し訳ないうんでも54かこいあるんじゃねえ全然これって俺は思うけどねうんまあわからないごめん3番さん僕は白だうん申し訳なかったちょっと黒くなっちゃったってことだよねうんまあまさかこんなに釣られるとはうん8番さんが2番さんに言ってるってことはね夜が来ました目を閉じてください いやいや、あの、ちょっと、や提案なんですけど、自爆してもらってもいいですかちょっと厳しそうなんで。あ、違う違う違う。八巻で速攻で自爆してもらっていいですかまあ、ちょっと勝ってなかったら申し訳ないんですけど。うん、すいません。い,い,やいやいやいや、大丈夫です。ちょっと頑張りますんで。 いやいいんじゃないかなちょっと物は試しでワンチャン霊能結果出なかったら最高だけどな朝が来ました 昨夜死んだのは…ばの結果出るないわ。8番9番あちばくしないわ。よし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  あ、でも7黒はないか。まあでも途中で意味ねえか。まあいいや。何の情報も出なかったってことで。あれの毛が関係ねえな。まあまあいいや。まあ面白い <laughs>。意味ねえか。ゲーム終わってるか、それだったら。あ <noise> れの毛が関係ねえじゃん。まあいいや。 まあ自爆して意味わかんないって言っとこう <laughs> 自爆する意味全くないなかか普通にゴズリまあいいか情報出なかったってことで昨夜死んだのは3番4番のプレイヤーは 発言してくださってさい、ねが自爆されてて、結局、八、まあ、番さん死んだっていうことですね。えー、となので、八、えー、番さんは一、えー、番さんに白出しているっていうところで、一六はあ、守り先ありがとうございます。うん、とりあえず、急、う、に、んうんうん、の,の精査なんですよ、僕は。一、う、六、ん、は新居で見てるから、ほっといていいと思うんで、急にの発言聞いて怪しい方に、今日は入れたいと思います。うんうん で、九番さん、黒くないんですよね。話聞いてて、二、うん、番さんの方は一周目比較的カゴメ、カゴメのね。九番さんのバックミュージック。これもちょっとやばいなと思ったんだけど、自爆る意味なかった。どちらかといえば、九番さんよりは二、えー、番さんの方にだいぶ傾いてるかなっていう感じですかね。今のところ、九人の発言聞いて決めたいと思います。六、え、一、ー、は新居で見てます。二、うん、番さんに入れたいかな。どちらかといえば、以上。六番のプレイヤーは？ 発言してくださいいやー、初日やっちゃったねあそこで7番いっちゃう。うん、7番グレーンだわ、一番ないと思ったんだけど。うん、まあ、それは置いといて、どうしようかな。まあ、つっても、インチメーターは、特に変わってないですからね。なんか、お、予想通りだったなって感じでしたね。はい。まあ、8番かぶんだって感じでしたけど。どうしようかな。まあ、発言聞いて決めるんですけど、 どううしようかなあえっと、えっと、なんかあるかな僕が人造だったら9に入れるとかせずに7に入れるってことだけちょっと自分の保身だけしといてねまあそうかなと思いますよはいうんわからない <laughs> ですね9番 のプレイヤーは発言してください,ださいなんでこれ5番が自爆したかですよね、うん、うん。普通に、えー、っと3番でってことは俺絶対7知らんねんな。うん。で8番が1に知るだ知ることから1は、えー、っと絶対狩り言うと心境。で6番は心境、えー、狼全番のか。なんで5番が自爆したかやんな。うん。 なんで8番が噛まれて5番強人で終わせてで、え58心境で終わせてで、待って58心境で終わせてで6、だから昨日は8巻んだんじゃないっていうふうに発言してだから5番が自爆したから45はないと思うんですけどね。 4番やったら別に自爆しないと思うんですけど、普通に。うん、絶対自爆しへんと思うから。えー、っと、だから普通に、えー、っと、6狼か2狼やと思います、僕。どうやろう ?6 狼か2狼やと思う。六えーあ、4番は白いと思うねんけどね。なんで5番が自爆したかわからへん。ここで、グレー、 釣りに持って行かしたかったっていうせいもあるかなうーんちょっと俺6と2でもあーどうやろう,うーんちょっと考えます1番のプレイヤーは発言してください 急場、キューバー単純に怖いんだけど、後ろの音が。<laughs> で、私が偽要素で追われてるみたいだけど、えっ、ー、と、狩人の言及したっていうのは、自分は狩人だし、さらに、うん、えっと、噛まれ位置でもないし、占われ位置でもないから、だから自分で狩人を、うん、あの、言及したんだよ。わかるうん、それで黒く見られるっていうのはおかしいと思う。<coughs> うーん6 4二か五番さんが自爆したことによって四番さんで囲えてないっていう線を負わせる作戦なのかなってすごい思っちゃったかなうん私見せたら6番さんっつって私が噛まれて3人で精査をしてほしいっていうところなんだけど。 そういかないんだったら今日は黒を当てていきたいってなったら4番さんに関しては5番さんで囲われてて5番さんで囲われてないっていうのを見せるんじゃないかなと思ってるし9番さんに関しては白位置が多いからうーん黒乗りできないんじゃないって思ってるんだよね9番さんが狼だったらっていう目線もあるから今日4番行くか6番から行きたい6番さんが狼っていうパターンもあるからね7番さんが白なんだよねこれ。 っていうパターンからおうと、6番さんが怪しまれて、6番さん一本ずりって、狩り度が私が出てきてしまってっていう段階だったら、6番さんに関しては出てくるメリットっていうのはバリバリあるんだよね。うん。狩りを出すメリットにもなるしね。うん、どうしようかな。 うん9番さんからと2番さんからは白要素が広いけど4番さんからの白要素ってその5番さんが噛まれたことで白く見られるっていうパターンもあるしっていう感じでちょっとわかんないかな6番からいきたい5番さんが噛まれたもう一番さんは教でしょこんなのうんえっと、まあ、自爆した意味は例の いや、もうよくわからんないね。例の結果隠したいだったら5、7、うん、ま、明らかに7は白だしね。なんで5番さん自爆したんだろう。まあ、この意味は別に考える必要ないかな。9番さんの話を軸に話を進めていきます。えっと、5番さんが、えっと、な、なんだっけ。神教で追わせたいから自爆した。よくわからんないね。自爆してる時点で狼なんだよ。5は。だから神郎なんだよ。ここでなんで神教って話が出るんだ。で、 それから4号だったら自爆しないって言うけど、4号はそもそもないでしょだって、4号狼だったら22展開に持っていけるしね。なんなら。4と5があの狼なら、まぁ、あ、えっと、4と5が狼なら、まず占いで出るのは4のはず。先に出て、まあ、5を囲うなりなんなりすることもできるし、まあ、あるいはあの4と5が両方とも修行するってこともできるし、4が狼なら5が残った時点で潜るのかみたいな発言はするはずがない。 ってとこは4号はない。自爆するから4号はないんじゃなくて、そういう理論から4号はない。で、えっと、9番さんさ、6狼追ったよね。6狼追うんだったら、狂人どこか追うべきでしょ。うん。まあ、それで7か、私が狂人とか言うんだったら、わかる。いや、違うか。え、な、な、どういう視点なのって感じだよね。う、まあ、8神確定してるんだからね。二七まあ、4強とかも追うべきだよね。それだったら。まあ、単純に私のことを釣れないから、 私のこと釣れないと判断したから6狼をに,に,にわせたんじゃないかなっていうふうにしか思えないところだねもう今日9釣りでいいと思う1シーン目に関してはねマジでねもうなんか発言することなかったから発言しなかったって感じだったねうん、まあ、1あ人5人五狼八8六ー6ーで硬いんじゃないで二えっと9黒で硬いと思うけどね九。投票を始めてください <laughs> ありえんオラじゃないべ えー、四。二番のプレイヤーは発言してください。四番さんか。四番さん私を狼に見えるのは何どういうあれだったっけ。初日に発言が少なかったから発言することなかったと思うけどね。 4番さん、発言することなかったと思うけど、2週目以降の話で判断してほしいかな。私の言ってることまわからなかった。6番さん、強靭だったら、絶対何かしらの役職で最初に出てる。わかんない、わかんないなんて言わないと思う。し、1番さんはとにかく狩りの言及をしてた。うん。ほ本人が狩りとだったら、口が裂けても狩りとの話なんかしないはず。だから一番強靭。っていうの納得できなかった。んで、 えっと、5はし、あ、そうそう、五はね、カリードローラーわせたいって話もしてたよね。おかしいよね。ところは5黒って言おうとしたけど、まあ自爆したからもう明らかだったよねっていうところ。で、9番さんに関してはもう一回言おうか。えっと、五八の神経で終わらせたいって発言がよくわからない。45狼なら自爆しない。この理論もよくわからない。4五はそもそもない。これはなんか4五を逆に終わらせたいのかなっていうふうにも思う。自爆から推理するのはおかしい。不自然。 えー、6オオカミ追うんだったら、狂人一を必ず言うべき。うん。で、えっと、2番を釣れないと思ったから、6オオカミも示唆して、6をワンチャン釣ろうとして、そういうふうに持っていたとしか思えないところだね。四4号オオカミないのは、えっと、4番3、4号オオカミだったら、4が、えっと、占いかなんかで使用してるだろうし、えー、潜りなんて発、あの、発言は出てこないところかな。もう言いたいこと全部言ったけどね。1周目で全て決まんのかな。1周目じゃ 4番さんは私のちゃったら何か言ってた、うん、私がもう一回ね、時間も空き戻っても多分そんな発言伸ばさなかったけどね。9番さんは怖くて何言ってるか分かんなかったし。ちこ,こだね。1番に触れるしかなかったしね。こ,こだね。9ずりお願いします。9番。 2番さんに突っ込まれてんけど、えっと、5強陣で終わしたんじゃなくて、えっとね、5が自爆し神と8号神強で終わせることもできたのになんで5番がじん自爆したんやろうというふうにおられてんね。で、2番さん最後出現したんですよ。あのね、2番さん2黒でフィニッシュって言ってたんですよ。2黒でフィニッシュって言ってたん,すん 2> 2でたんすよ、最後。 この出現、ちょっと村,村さん、ちょっと聞いてもらえなかったですかね。2番線最後に黒で<ジ>フィニッシュって言ってませんでしたねでね、えー、っとね、俺、強靭の子って聞かれたけど、<laughs> <だ> 1>, 1強靭で折ってるんですよ。8番線で折ると、1、心強、1、えー、っと6、神6、3個六三3個目、1、3個目、1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 個目、 えっと、5がオオカミで4が白くなるのって、5、4でライン追われてたのに、えっと、5が自爆した5がオオカミっていうのがもう見えちゃうじゃないですか。わざわざそんなことするかって方で、4、5のオオカミはないかなって思ったんです、僕は。えー、っとね、えー、例えば5、狂人で追わせて、1、6、6のオオカミで追わすことって全然できると思うんですけど、そこをしなかった。うん。 1強靭で6オオカミで見てるの 2>, 2が出現してたんでちょっとその村見線ちょっと分かると思うんですけどちょっと頼みます2番さん入れてください投票を始めてください1番は9のことオオカミだと思って僕に入れてくるかもしれないな2番 最悪だ。うわー一番最悪なパターンだ。ン4番さん傾かなかったのか。 一は放棄してそうだね放棄が良かったねっていうあの戦法を取った方が良かったと思いましたそっかそうだね4番さんんか教えてほしいんだけど。 私の話は分からなかなったのいやあの分かったんですけど一番三強靭で見ててあの場面だとなんだろうねあのグレーから行くんだったら3分の1での3分の2で負けなんだよね負けて。 で、カ人ウドから行くんだったら、巨人釣れなかったら負けっていうふうに考えたときに、四番さんが、あ、ごめん、2番さんが結構、盤面見えてる感じがして、どうしても、うん、2のロックが解けなくて、まあ、結果間違えてなかったんだけど、正直、そういうとこですね。どういうこと全然 <laughs> ういうこと。<laughs> どういうこと 分かった今の話盤面見えすぎてたそんなどうしようもなくないあ自爆自爆はまあ,あの考察を濁らせたかったっていうところですね単純に発言を他の人の発言を 少なくするって感じかなで5番さんに一戦目に見えたし1番さん強人もすごい見えたからここですねまあ完全にシーン撮れてなかったですかね <laughs> まあちょっとカリードローラーはちょっとどうしても擁護できなかったって感じなんで自爆してもらいましたねそれは本当に申し訳ないえー、盤面見えい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 え はい、始めます。えっ、ー、とー、ランダムシロー。あ、寝ます。はい。う、えーん、盤面見えすぎてってことは、なんか、言い方をもうちょっと工夫した方がいいってところなのかなー。 どうすべきでしたかねー <laughs> 見えすぎているのではありません。ちゃんと考えているんです。マイケイさん。自爆化はしなくてよかったの。 まあちょっとやってみたかったですね。どうだったんだろう自爆に関しては。でも、新居で忘れるのは無理、無理があったと思うな。明らかに、狂人だったから。まあ、あとちょっともう、どうだろうな。やっぱ、狂人はやっぱ出てほしいね。霊能で。どんな盤面でも。やっぱ、22にしてほしいかな、狼視点だと。 9番さんのさ精査をしてくれなかったからな6番さんがああ冷静だったあ自爆があったのに混乱してなかったってなるとどこを反省するかってうとやっぱ自爆しない方がよかったってところか普通に 持って行っってた方が良かったなこりにえん、ー、まあちょっと難しいけどそうね「標準目線は僕の方が白く見えてた」っていうところとあとは4番さんの4番3視点だと私が黒かったっていうのでちょっと噛み合っちゃったね。 あちょっと、まあ自爆はちょっと面白いあんダってようなかもしれませんね。勝てると思ったんですけどね、うん。まあ面白い試合でしたね。ちょっと申し訳なかったけどね、自爆してもらって。うん。GG。落ち着きすぎたかな、今回に関しては <laughs>。割と狼の時に落ち着けるようになってきたんですけど、ちょっと落ち着きすぎててもよくないのか。難しいね。 グッドゲーム。